待って違う違う違う最悪これ何僕インポスターになる流れではこれ出したら、うん、いやいやいやオリジナルはならないんでこれオリジナルはならない俺センターさんがあれあちセンターさんがそれならちょっと黒かもいいじゃんなんかその衣装でやった人を見たらさもうローラーでいいじゃんめちゃめちゃ強いじゃないですかインポスターの時そろそろ始めようぜおおマジいいね攻めるねいつものって感じ結構怖かったもんな考えることは同じでした、うん、して考えることが同じ説はこっちにも適用されていると思うスナパイさんどんな気持ちですか今うんあの真っ先にエレクトリから行ったんです、うん、武雄さんがいたんですよね本当だねどんな気分ですかって何ですか待ち伏せしてたってお互い思ってるってこといや違います僕の方が早かったですよね今どんな気持ちですかっていうそういうことそういうことお前ら味方同士じゃねえのかよあでもこれでエクトリカル読み先読みして最速で向かったのに先越されたって話あれでも今寺田さん透けませんでした今視点味方同士って知ってるってことはインポスターなんじゃないですか寺田さん俺出たね寺田さん寺田さんがインポスターで白同士って分かってんじゃない思わないとなんでだよじゃあ寺田を釣るか透けたな先端的に良かったですねこれめちゃくちゃ名推理じゃねこれ行きましたよね全然そんなもんない僕白の釣り人狼でいうところの白助が起こしてるインポスターの可能性が、ねいやいや、エレクトリカルに2人とも言ってるから、どっちも白っぽいんじゃねっていう、うん、あの印象ですよ、完全に。下手したら3票入ってました。ね、英語もお願いします。どっち行けるのはいいけど、全然違うから、これこの後に。僕は覚えておくね、これは。めっちゃ引っ張るやん、みんな。いや、みんな投票が早いってことは入ってる可能性あるから、ね。誰かと一緒に行動しよう。マックスサンドイッチで。なんで俺に入ってんだよ。チキンだな、みんなチキンっすよ。それは。魚さんも怪しいな、じゃあ、魚さんと一緒に。なんでやで。違う違う違う最悪最悪最悪ちょっと待って最悪あそこメンタルの焦った最悪さかなさんが僕からあのちょっといいちょっといいはい、今さギリギリで見えにくかったんだけど先端さん弁当入らなかった入りました先端さん弁当入りました先端どこの弁当ですか左上の左上直しに行った時に僕に雑に黒塗りしましたからねリアルジャーの横のってやつですかで左上ってセキュリティの上のとこですか違う、エレクトリカルの上の、リアクター行く細い通路の、うん、ああ、はい、あのセンターに聞きたいのは穴に落ちちゃったりしたいやスナパイさんがあの笑いこらえてるだろお前落ちちゃったに出てった後にいや違うあこれはあこれ待って見てほら不正ですよこれ選挙のやり直しを訴えますこれは不正投票ですかトランプ不正投票ですこれは確かに思ったけどいやーいや俺でもさ先端やっぱり違うと思うんだよねマジじゃあ釣るよいやちょっといやーお腹痛いな
確かに先端さんカフェテリア入ってた割にはボタン押さないんだなぁと思ってたけど、正直。え？いやいや、センターさんはもう1回目押したけど、もう僕押そうと思ったんですけど、センターさんが先行ったんで、うん、あ、行けねえと思って、誰かに守られながら行こうと思って、テラゾーと一緒に入りました。ああ、この野郎、俺を盾にしやがったんで。テラちゃん、一緒に行動しませんか？マジっすか。まあ、もう最悪、マジで最悪。選挙のやり直しを訴えます。これは泣きない。いやマジで最悪、もうせっかく、いやごめんマジで、マジごめん、うわ最悪すぎる、うわー、いやーまあイベントだけは入らんようにしようと思って、わざわざスペースから手離したのにこっちでおっしゃった。マジで、いやーもうごめん、マジでごめん。うわー、せっかく同じ衣装組だったのに、あーもうマジで最悪、ごめん。勝利目指すか。いやマジでごめん。サボタージュ押そうと思ったんですけどね。これマジ変えてほしい、この仕様。え、下位置コミューズですか？どこですか？いや、なんだろう、どこってなんかあの棒あるじゃないですか、棒。なんか地面から入ってる棒。いや、リアクターじゃなくて。ああ、なんかついてマップか。マップみたいなやつか。迷路みたいな。あ、迷路みたいなやつ。これ、あの、じゃあ、どこの部屋の中じゃないんですよね。ポテトね、ポテト。どこの？コミュニケーション上のポテト？あ、そう。ストレージ上？あ、ストレージ上？弁当の近くないですか？え、どっちですか？なんかこ、コミュニの上じゃないですか？コミュニの上。ふわふわしてるな。わかんないわかんない。ナイトメア、心電図を直前見ていて、リアクターが治ったタイミングぐらいで、僕、ボイラストの隣のところの、まあ、左、マップ左側にいて、リアクター終わったから心電図見るかと思って、そこから、オフィス側に向かってて、オフィスの扉とか、ボイラストの、その、左側の部屋のところとかの扉が全部閉まっていたので、それを開けながら向かって、心電図見た時でもすでにアルトさんは死んでて、でアドミンを確認しに行ってる中でリアクターが鳴って、その時にコミュニケーションが1だったので、コミュニケーションに死んでるかと思って向かってる最中でした。ちなみにコムズの左上のあの迷路のやつやってる時に俺アルトさん見てるんよ。アルトさんはリアクターの方へ行ったと思ってたん。俺直してアルトさん頼む、上へ行ってくれって思って、そのまま今回トータス、タケオ、スナパイ、シロです。いやと思う。トータス、タケオ、スナパイがシロで、スナパイさんはエレクトリカルの前でずっといて、魚テラゾーはずっと一緒にいました。面白かった。標本室です、最終位置シロで。そうなんでしょ、シロ落ちてるからな。マックさんは、僕はリアクター直しに初手行って、そこで4人と合流していて、その後1人でコミュニケーション行って、コミュニケーションのタスクやっちゃってたから、道連れね、カフェで道連れしたかったんだね。だから寺田さん来ると思わなかった。マックスさんと竹雄さんを、あ、じゃあそうですね、カフェの前で、オフィス前で2キル狙ってたんだよね。あ、でも僕は弁当入ったの言ってるから疑わないでほしいな。確かにな。クロムさん行ったんだっけ？竹雄、マックスさんじゃ白目で置いたとして、あんちゃん、クロムさん、クロムさんは俺なんもない。俺今見つけた人それか。でも通路に死体があったんだったら釣っていいんじゃないですか。釣っていいんじゃないですか、はちゃうでしょ。いやー、まあ、まだ諦めるには早いっす。いやー、マジで最悪。これ泣きのもう一戦あります？やりてぇ。いやー、マジで同じ衣装組だったんだけど。確かに。にょーん。にょーん。にょーん。いや、もうしゃあねえ。いや、しゃあねえ、これは。ロボさんがずっと動いてて、怪しかったっす。いや、もう、釣りましょう。あれ？しゃあねえ。諦めですか？諦め？いや、もう、
釣り場所本当に本当にいいの、ね、いやだってあれですよね、いや勝てないなと思っちゃって僕とか普通に容疑者一なり得たと思うんだけどな、どうやったら勝てるんだって、ちょっと俺いやちょっと分かんなくって、ちょっとあの死体自分で死体殺し結構前に殺したのに自分で死体のレポート発見しちゃって間違えちゃってやば俺どうしようと思って、どこだったの、外だから本当にボス、あ、ボの迷路のマスクのところ、でも、まあ、あの自分で殺しといて自分でまたあの一回あバレねえんだってよしよしと思って、黒木くん、あの、はい、一番好きな人に投与してくれセンターとアルトさんが不先輩なんやけどじゃあ入れます、一番好きな人に自分なら、はい、自分やな飛んでた、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 悪質全く同じタイミングで自分で入れてわーみたいな、どうみたいな感じなのやりたかったのそのあ、じゃあ自分にってやろうと思ったらごめんなさい、センターさん、いや、この度は誠に忘れたよ、申し訳ございませんでした、やめてください、すいません、センターさん、僕殺さなかったんだなと思ったけど、いや、娘、いやー、明夫さん偉かったな、あれカフェで待ってて2人とも殺してやろうと思って、マックスさんと待ってたら、はい、寺尾さんに押された寺園盾が効きました、これ、何回回あるのでは申し訳ない、お願いしていいですかいや本当にごめんなさい、いやいやマジで、いやもうわざわざさ弁当危ねえ、弁当これスペース押したら入るわ、危ねえと思ってスペースキーから手離してよしサボタージュしようと思ったら弁当マークで入っちゃったわざわざ避けたのにいやプラスやった気ゼロなんだもんね今僕はすごい堪能しましたけどね、プラスなんでしょちょっともう一回お願いします、はい、すいません、はい、いやー申し訳ない、いやー勝ちたかった、同じ衣装ペアだったから、そうなんですよ、めっちゃ笑って、まあこれ動画化できるなと思ったんですけど申し訳ございません、動画化できますよ、やめてください、違う意味で、違う意味で動画化